改革直令基礎の中心人物、アーリーパシャメフメトエミンアーリーパシャは、オスマン帝国末期、タンジマートの時代の政治家、外交官、アーリーパシャとも表記する、実務官僚出身。1815年、イスタンブルの靴屋の家に生まれた。15歳で、オスマン帝国の成長に努め、後外交官となってからは、ムスタファレシとパシャの秘語を受けた。 1846年にレシトパシャが大宰相になると外務大臣に抜擢され、1852年には帝国大宰相に任じられて、この後4回にわたって大宰相を歴任した。地方王朝の分離を阻止すべく帝国の再統合に絵を注ぎ、クリミア戦争の戦後処理やクレタ問題、領土問題の解決に努め、1856年の改革直例では、 その起草の中心メンバーとなった。改革直例は、アーリパパ社とイギリスのストラトフォード・カニングラ外国のオスマン駐在外交官らの協議をもとに起草された。この直例では、ヒムスリム市民があらゆる公職に参加できること、信教の自由、ヒムスリム共同体代表の権利の再規定、ヒムスリムの公立学校への入学許可、各地方議会でのムスリム、 ヒムスリムの代表選出方法の改善。ヒムスリム代表が、タンジマート書改革の中心機関である、最高司法審議会議に参加できるとしたこと。ヒムスリムに対して、差別用語を用いることの禁止。ヒムスリムの兵営役義務。ヒムスリム共同体による、学校設立と独自の教育課程編成の承認。今後裁判所におけるヒムスリムの承認を、 認めるなどの内容が明確に盛り込まれていた。同年生まれのフアトパシャと共にレシュトパシャナキアとの高後機ンジマートの初改革を推し進め、特に法令、教育分野での改革を進めた。しかし、改革政治に対して、オスマン帝国の君主であるスルタンは、必ずしも協力的とは言えなかった。アブディルアズイズは贅沢な気晴らしと賄賂を求めて、エジプトなどの各地を満遊し、 その浪費人、先生ぶりは、知識人青年の反発を招くほどであったが、アーリッパ社も賄賂に目がないスルタンに対し、強い態度で還元している。その一方、ミドハトパシャら若い改革派を引き立てている。1871年9月7日、イスタンブルにて死去。フワトパシャ、アーリッパシャなき後の改革政策は停滞の様相を見せた。ありがとうございます。